逃げかスプリンターかと思われた第19ステージでは、逃げにうまくブリッジして狙い定めたスプリントでユンボ・ビスマ、クリストフ・ラポルトが信じられない勝ち方をしました。彼にとって最大のキャリア、2021年第1ステージぶりツールでのフランス人勝利になります。マイオジョーヌはユンボ・ビスマのヨナス・ビンゲゴがしっかりキープ。総合2位は UAE チームエミレーツ、タデイ・ポガチャル。第3位がイネオス・クリナリアズ、ゲラント・トーマスです。今回のタイムトライアルは2014年大会最終 TT 以来の長さ。各選手の実力、疲労度に加え機材の差も現れてきます。ビンゲゴがここでタイムを守りきれば、1996年に優勝したヤニ・ヌディース以来のデンマーク人の総合優勝が決まります。第20ステージはラカベル・マリバルからロコマリュールまでの 40.7 キロのタイムトライアル。中間計測ポイントは3箇所。全体的に見ればなだらかのコースプロファイルですが、最後に短い上りが2箇所待ち構えます。まずいいタイムを出したのは、彼もデンマーク人 UAE のミッケル・ビョーグ、50分22秒25。第1ステージでは落車で思うような結果が出せなかった EF のステファン・ビッセが、今回はメカトラ無線トラブルに続きスペアバイクにはボトルケージなし、踏んだり蹴ったりでした。さあ、タイムトライアル世界チャンピオン、フィリッポ・ガンナがテイクオフ。彼も第1ステージのタイムトライアルはうまくいかなかったので、今回はどうなるか。暫定首位につけていたミッケル・ビョーグより1分41秒15早く、48分41秒、まさかの48分台。平均時速 50.2 キロ、さすがの走りと思われましたが、彼曰く山岳での疲れが残っていたとのことです。同じくイタリア人クイックステップのマッティア・カッタネオもいいタイムでフィニッシュ、43秒遅れで暫定2位。バーレーン・ビクトリアスのフレッド・ライトは第1中間計測ポイントでガンナより1秒早かったのですが、伸び悩み50秒遅れでフィニッシュ。先月のオランダ選手権個人タイムトライアルで優勝したトレック・セガフレード、バウケ・モレマもいいタイムを出しました。暫定首位のガンナに対し40秒遅れ、暫定2位に入ります。今年のツールを盛り上げてくれた客室ワウトファンアールドのワウトファンアールドがスタートです。第1ステージのタイムトライアルでは2位。連日のハードワークを感じさせない走りで、ラスト6キロまでパワーセーブしていたと言いながらも、中間計測ポイントを全てトップ通過。ダウンヒルでも PT ポジションで攻めに攻め、ラストの上りでは一気にペースを上げ、ガンナを41秒24上回る47分59秒でフィニッシュ。トップタイムを叩き出しました。まさかの48分切り、平均時速は 50.9 キロ。マイオジョーヌをかけた最終決戦が始まります。先にスタートを切ったのは総合2位のポガチャル。続いて総合1位のビンゲゴがスタートします。タイムの差は3分26秒。ポガチャルはこれをひっくり返すことができるのか。ボーラ・ハンスグロエのアレクサンドル・ラソフはタイムトライアルの結果、総合順位を2つ上げ5位に入りました。総合3位イネオス・グレナリアズのゲラント・トーマスは得意のタイムトライアルでステージ優勝を狙えるか。途中までワウトに迫るタイムでしたが、最終的には32秒遅れ、総合成績第3位をキープします。総合にディフェンディングチャンピオンのポガチャルが帰ってきました。最後の最後まで出し切ります。タイムはゲラント・トーマスを上回り、ワウトより27秒遅れ。マイオジョルのヨナス・ビンゲゴ、攻めずに守りの姿勢を見せるかと思いきや、全ての中間計測をトップ通過。ワウトも少しペースを下げてとジェスチャーをする勢い。ダウンヒルで一瞬ヒヤッとすることもありましたが、持ち直します。最後はペースを落とし、今年のツール総合優勝確定という喜びをかみしめます。第11ステージでビンゲゴーがユンボビスマ波状攻撃を使ってポガチャルからマイオジョーヌを奪うと、その後のポガチャルの反撃からジャージを守りきるどころか、第18ステージではワウトの牽引をきっかけにポガチャルをさらに引き離すという離れ技をやってのけました。フィニッシュ地点で待ち構えたチームメイトのワウト、娘とパートナー。2年前の悲劇からついにユンボビスマがマイオジョーヌを獲得。長い歴史を持つチームとしてもこれが初。絶対王者ポガチャルに対し完璧なチームプレーで勝利をつかみました。レースの結果です。1位ユンボビスマワウト・ファン・アールト、第2位ユンボビスマヨナス・ビンゲゴー、第3位 UAE チームエミレーツタデイ・ポガチャル、ワウト3ビンゲゴー2ラポルト1でユンボビスマのステージ勝利は6個目、ビンゲゴーはマイオ・ジョーヌとマイオ・アパフージュ、ワウトはマイオ・ベールと総合関東賞を獲得です。総合成績見ていきましょう。第1位がユンボビスマヨナス・ビンゲゴー、第2位 UAE チームエミレーツタデイ・ポガチャル、第3位イネオス・グレナリアズゲラント・トーマス。マイオ・ジョーヌを祝福する最終ステージはパリ・ラデファンスからスタートし、パリ・シャンゼリゼ、全長 6.8km の周回コースを8周する 115.6km の平坦ステージですが、意外と起伏のある石畳です。スプリンターの世界選手権といわれる伝統のステージを最速で駆け抜けるのは、昨年に引き続きワウト・ファン・アールトなのか、このステージのために山岳を生き延びたピュアスプリンターたちか。 GCN プラスでは第109回ツール・ド・フランスをロングハイライドでたっぷりとお楽しみいただけます。さらにはここでしか見られないドキュメンタリー映像など、ロードレースファンや機材マニアなら見逃せない情報が満載です。詳しくは概要欄をチェック。